昼の電波で外からビスカリア並びかける。さこの2頭が接戦模様、間からはエルデュクラージ、外に出して2番のテンザワールド、テンザワールド3番手に上がって、さらに外から3番マイネルビトリーに200を切りました。その外からはスノートルフィンも差を詰めてくるが、ビスカリアかわしてテンザワールド先頭、2番のテンザワールド先頭、ビスカリア2番手粘れるか、迫るマイネルビトリー、あるいはスノートルフィン、先頭は2番のテンザワールド合流。